インディアンストリーム共和国は北アメリカにあった小さな立憲共和国でありカナダのケベック州とアメリカ合衆国のニューハンプシャー州とを分かつアメリカカナダ国境に沿ってあった1832年7月9日から1835年まで存在したがどの国からも認知されることはなかった1830年のアメリカ合衆国国政調査員からは いわゆるインディアンストリーム領土と表現され、小さな水路であるインディアンストリームの名前を取って呼ばれた。この国は組織化された選挙によって選ばれた政府があり、憲法も持っており、約300人の国民がいた。この地域はイギリス国王からではなく、セントフランシスのインディアン首長から得た土地直去をもとに初めて開拓された。フィリップとは六百七十年代に、 ニューイングランドの開拓地を何度も襲って成功したフィリップ王にちなむ命名だった。この土地特許はアル土地投機会社に売却され、一方同じ部族の別のインディアン集団がヨーロッパの別の会社に対してフィリップ王は退位しており、彼らは別の会社に土地特許を発行できる権限を与えられたと説明した。アメリカ独立戦争後、この二つの会社が領域を測量し、 開拓者たちに自分たちの土地特許を発行したが、それらは互いに重複していることが多かった。二つの会社が財政的苦境に陥り、両者が合併して土地の所有権すべてを調停したのは、米英戦争が終わった後だった。独立国家としてインディアンストリームを設立したのは、基本的に1783年のパリ条約で、 定義されたアメリカ合衆国とカナダの国境が曖昧だったことの結果だった。その定義にあるコネチカット側の北西端の水源がどこであるかは3通りの解釈が可能だった。その結果、コネチカット側の水源に流れいる3つの支流周辺の領域についてはアメリカ合衆国でもカナダでもその支配権の下にあるかどうか明確に定義されなかった。 パリ条約の該当する文面は次のようになっていた。セントローレンス川に流れいる川を分ける前述の高地に沿って、それが大西洋に当たるところからコネチカット川の北西端の水源まで。そこから川の中心に沿って北45度線まで、さらにそこから前述の井戸で真西に向かう直線。この共和国は現在のニューハンプシャー州の北端に広がり、 コネチカット小将軍の四つの湖を含んでいた。イギリスは一番南東側にある支流を主張し、アメリカ合衆国は今日ある教会を主張した。両国ともこの地域に州税理と不採徴州保安官を派遣した。二重に課税されたことで住民たちを怒らせ、アメリカ合衆国とイギリスが国境問題で合意に達するまで問題を片付けるためにインディアンストリーム共和国が 設立された。インディアンストリーム共和国は議会においてアメリカ合衆国への併合を承認する評決を行った後、1835年にニューハンプシャー州に編入された。アメリカ合衆国への併合を認める評決は国際事件と呼ばれる外交的危機が原因で行われた。この事件は金物屋に対する借金を支払わなかった。 共和国国民が逮捕され、カナダの債務者刑務所への投獄されたことに対し、一軍のインディアンストリーム共和国民がカナダ側に侵入して、イギリスの保安官と判事に逮捕されていた仲間の国民を解放したというものであった。カナダ領内に侵入した共和国民は仲間が囚われている判事の家屋を銃撃したというものであった。 イギリスの在アメリカ大使は金物屋に対する借金というようなさまつなことが原因で戦争が勃発するかもしれない事態に至ったことに愕然とし、直ちにパリ条約以来未解決となっていた国境問題を解決する交渉に入った。イギリスは1836年1月に共和国に関する支配権を取り下げ、アメリカの支配権が同年5月に承認された。 この地域は1840年6月1日に行われた国勢調査でもインディアンストリームと表現された。この時の人口は315人だった。地域は1840年にピッツバーグの町に取り込まれた。ピッツバーグは総面積が30万エーカーあり、そのうち282.3平方マイルが陸地で9平方マイルが水面である。 1842年のウェブスターアッシュ条約によって土地紛争は明確に解決され領域はニューハンプシャー州に組み込まれた。しかしルイス・ロビンソンによる1845年の最近の出展に基づくニューハンプシャー州地図では国境がクラークスビルの街の北ではあるが現在のピッツバーグの南になっている。ありがとうございます。